どうも鈴村圭一です。飯野美優です。どこですかここ。知りたいですか。知りたい。なんとここはオフランスですよ。オフランス見てよ、ほら本物 CG ちゃいますよ。お前でなんでフランス来たかと思うでしょ、うん、教えてあげます。関係ないですよ。何を言ってるんですか。3月に映画やるんですよ。はい、だからすいませんでしょ、このお粗末の旅でこんなことになるんだ。俺ぐらいになるともうフランスマスターですからね。見て初めてですよね。あ、ボンジュー。ボンジュースタイリストのジュリーさんです。僕がね、うん、発注がいいです。ジュリーさん、あのフランスの映画とかドラマとかでもスタイリングされて、うん、すごい方。じゃあ今日その方にコーディネートしてあげますよ。Question. Peut-être que vous avez besoin. Vous comprenez le français. J'ai eu peu d'indications et on m'avait parlé de costumes. Donc j'ai été vers de la sobriété, mais on a quand même regardé dans des imprimés. Là, vous avez tout. Pardon. Oui, oui, oui. あのちょっと分かってます。コスチュームしか僕聞こえなかったんですけど。コスチュームどうやってたんですか。知ってる単語とかないんですか。Oui。今なんておっしゃったかを聞きましょう、うん、聞きながら、いい加減な感じですが大丈夫でしょうか。いやちょっと待って、でもなんかどうせ来たなら、うん、フランス感が欲しいわけ俺は。パリ感、ね、パリに来たんだよ、うん、だからパリであることを、うん、もう体からあパリだな、パリだな、あパッと見た人がワンストパリにいるな、パリだなっていうのが欲しいわけ。パリだなっていう、そうなの。一体どんな変身を遂げたのでしょう。まずは鈴村さんから。僕は普段あんまり着ない感じなので、あこれがパリか、パリに来たなってやっと実感しています。はい、海外にはよく来るんですけど、うん、その時はいつもボロッチ服着て歩いてるんで、うん、初めてこうパリに来て、うん、こんなおしゃれな格好をするんでワクワクしてます。ありがとうございます。まあ、たださっき着替えている途中でジュリーさんは私ならこれは選ばないって言ってました。あのここまでセットアップしてもらったんですけど、うん、実はこれ、はい、神谷さんにチョロ松兄さんに買ってもらったやつ。マジか、お前それをパリに連れてきたか。連れてきました、今コラボレーションしてるんだ、はい、パリとヒロシが。パリとヒロシが。ヒロシ、なんだい、どうした、パリまで来てどう今。パンが美味しいよ。そう、パンが美味しいって言ってるわ。パン食べたんですね、ヒロシは。食べたみたい。あ、うん、I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity.